私は今伊勢神宮の外宮さんに来ました。今年初のお伊勢さん参りです。今から行きます。ここは左側通行なので、皆さんはいるでしょうか。いいですね。お馬さんはいませんでした。はい、鳥居が見えました。失礼して、参道は真ん中が神様が歩くので、左端を歩きたいと思います。人とすれ違うときは無言です。三重県松阪市に住んでいたときは、この伊勢神宮は家から近いので車で20分ぐらいかな、なのでしょっちゅう来てました。ちょっとここからはこんな感じです。ちょっと一回止めます。もう一つの入り口から来たので、あっちの入り口からいらっしゃる人が結構たくさんいます。私たち地元の名前は陸さんの陸さんってさん付けてるんですよ。人が来たので、では今から参拝したいと思います。お邪魔にや。
内宮さんの方にやってきました。久々の内宮さんです。素晴らしい。早速参拝に行きたいと思います。結構歩いてると恥ずかしいです。コート高いな。ニコニコ。右側通行ですよ。違うかな、多分そう。真ん中はあるからね、歩いてる人で出すけど、真ん中は神様が歩くとこなんで歩いちゃダメですよ。自撮り棒買わないかな。私は素晴らしい、気持ちがいい。こんな感じ。ニコニコしながら、今から買ったんです。1900円ぐらいが1000円になってから買いました。巻き方変なことね、あったかい前の人、前の人をすると物語だからと、歩く早いですよ。私歩く早いです。見てました。
しました。ここで自撮りに変えました。気持ちがいい、気持ちがいいです。神楽で10日の日のお参りにも、ご祈祷していただくので、東京の友達と一緒に神楽殿に入りたいと思います。私の YouTube もヒットしそうです。こんな素敵なところを撮影しているので、たくさんの人に見ていただけるといいなと思います。皆さんに、夢と希望と勇気と元気を与えたいので、皆さんの心の太陽になれるような、心の神になれるように頑張りたいと思います。見に来ると笑顔になる、笑顔になる。そろそろ撮影が禁止になるので、近くなんで、ここで自撮りを撮影していきます。階段の2段目ぐらいに、参拝は終わりました。今年もいい1年になりそうです。では今から木陰横丁で赤福ぜんざいでも食べに行ってこようと思います。